視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。ブラウザ版みんなでニャンコ大戦争最後の狂乱の巨神を攻略します。無課金です。ニャンコンボは暴風一家、お金が貯まるまで倍速します。しかしこれで勝てるのかね。さあ我を忘れた猫との長い戦いの始まりです。ムートでシャドウボクサーを一掃します。ブラウザ版は相変わらず難しめだな。でもスマホ版も同じですから、ちゃんと不具合の改善はされてる模様。今回の編成のレベルです。ひっつぎやしないか。まあ暴風一家で体力面はごまかしていますから。しかしどうして無課金で攻略なんだ。持っている課金キャラは今回の攻略に適してないんですよ。ガオウがいますが、巨神の攻撃を受け続ける代わりにはいませんし、壁と攻撃を兼ねてクジラと島でドラゴンを守りつつ、離れたところからつついていきます。なんだかんだでムート頼りか。無課金攻略の鉄板です。今更ながら狂乱のドラゴン使えばよかったと思います。でもレベル1なんだよな。一定を優先すればなんとかなります。まあ他に欲しいものができた場合のことを考えると、経験値はできるだけ温存しておきたいところですね。スニャイパー使う意味あるのか。同じ編成でなしで挑戦したのですが、2% ほど体力が残って負けました。ご愁傷様だな。波動がどれだけ出るかで攻略の確率は変わります。順調に押してはいるが、一気ひっくり返されてもおかしくないな。狂乱のクジラは波動だけなら、一発は耐えられるので、難しく考えることないです。問題は射程なんだがな。スマホ版と同じなら、巨神の射程は320の範囲攻撃、狂乱のクジラは150の単体攻撃なので、攻撃で近づいていたら勝てません。まあせめてもの救いは金欠になりにくいってことだな。ムートを出した時に一時的に減りますが、ブラッコリとゴリさん倒せば解決します。やることは簡単。2ページ目のキャラのみ使って、巨神の攻撃を見てからムートを出します。結構当たってるな。その前に波動攻撃を受けましたが、成果は十分だったと思います。キモネコもそうだが、波動攻撃って厄介だな。波動無効キャラがいない場合、体力高めのキャラを、ニャンコンボで強くして戦うと、有効に戦えます。ジェンヌじゃダメなのか。向き足より体力はありますが、コストが高く、範囲攻撃が必要ないので、耐久性を重視しました。まあ巨神に近づく前に、波動攻撃受けたら目も当てられないか。時間はかかりますが操作は簡単。倍速プレイでも慌てることなく遊べます。まあこれも狂乱までしか通用しないんだけどな。育成が進めば大丈夫かと。不安要素ありまくりだな。どこまでがスマホ版と同じかわからないもので。しかしさすがに強いな。ステータスはこんな感じです。体力が結構あるな。でもまあ倒せないわけでもないので、波動だけなら1回は耐えられますし、直接攻撃の方が深刻ですね。この攻略ってパターン化してるのか。巨神の波動攻撃の発生確率次第ですけど、それで勝ったり負けたりするわけか。リリースされてから2ヶ月以上経ちましたが、育成不足は否めません。それでも勝つつもりなんだろ。十分勝機はあります。狂乱のレベルが20なのが厳しいですが、解放される時を待って挑戦です。大狂乱をこの編成の、アドバンスでやるつもりか。できればの話ですけど、無理ならガオウを混ぜて戦います。本キャラのレベル次第ってところか。まあ倒しちゃいましたけど、あとは城を落とすだけなので倍速します。勝利。狂乱をコンプしました。だが大狂乱はまだ挑戦できないみたいだな。レジェンドも進めませんからゆっくり行きましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。あとやることはまた旅周回が主になります。虹が出れば大きいからな。